こんばんは、安藤リレイです。東京でタイ料理教室をしております。ゆるとインスタライブ、本日も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この配信では、レッスンではお話ししきれないような、タイ料理にまつわるお話、ハーブ、スパイス、あとタイのね、伝統医学に関するお話なんかをね、させていただいております。はい、ということで、体質改善のね、プログラムなんかも、ちょっとぼちぼち、本格的にね、やり始めたんですけれども、今日はね、冷え性対策グッズ5選ということで、お話しさせていただければなと思います。はい、で私が使っている、だいぶ食事とか、あと、運動取り入れたりとか、だいぶね冷え性ではなくなってきたんですけど、それでもやっぱりね、ちょっと冷えないようにっていうのはすごく注意して、心がけています。ということでですね、冷え性グッズ、5選ということで、今日はね、5個ご紹介していけたらなと思います。赤津さん、こんばんは、ありがとうございます。冷え性対策グッズ5選ということね、やっております。そもそも冷え性って言っても、全身か、あと末端かとかね、なんかいろいろあると思うんですけれども、それもね、体質によって、いろいろ分かれたりします。ただ基本的には、体をね、内側から温めてあげるとか、代謝を良くするとか、そういうことでね、対策していけるんじゃないかなと思います。はい、なんかね、これ見ている方も、おすすめの冷え性対策グッズとかあれば、ぜひ教えてください。はい、ということで、冷え性対策グッズ5選ということで、その1ですね、その1、まずやっぱ 食材というか、からいきたいと思うんですけど、じゃん、ジンジャーパウダーです。ジンジャーパウダー、よく生姜とかっていう方もね、いらっしゃるんですけれども、ジンジャーパウダーもそうですけど、スパイスですね。スパイス、温める作用の、スパイスで冷やす作用っていうのが、むしろ結構あんまり、どちらかというと、温める作用の方が強い、スパイスの方が多いので、当然平成とかもありますけど、の方が多いので、主にスパイスですね。スパイス。で、特にジンジャーパウダーっていうのは、どっちにも触れるので、温める作用でもいけるし、冷やすっていうより、発散させる作用もありますので、どっちでもいけるので、ジンジャーパウダー結構おすすめです。で、生姜の場合は、生だと、持続性のある温めるっていうよりは発散させるので、発散して逆に冷えちゃうっていうこともあるっていうふうに、よかったら覚えておいてください。ということで、ジンジャーパウダーどっちでもいけるので結構便利です。ジンジャーパウダーでよく使って出ますね。私の場合は結構レッスンで結構取るので、そのあたりはね、自分の体調を見ながら、常に取ってるってわけじゃないですね。自分の体調とか、体のね、状態を見ながら、取ったりしてます。必要あれば取るっていう感じですね。で、あとは、あったかいこうレッグウォーマーとスリッパ、ちょっとね、汚らしくてあまりお見せできないです。もこもこのこういう長い靴下ありますよね。で、靴下の上に、そのもこもこの長いこう靴下を今履いております。それはやっぱりね、ちょっと必須ですね。足元やっぱり冷たいので、床暖とかね、あるお宅はいらないかもしれないんですけど、その辺の足元も朝起きたらすぐね、履いて、こう活動をしてます。やっぱりその足先から冷えてくと、全体がこう巡りが悪くなりますので、足先はね、冷やさないようにしています。はい、これも体質によってはね、そこまでしなくてもいいっていう方もいらっしゃるんですけど、ぜひ、あったか靴下とかあったかスリッパをね、やるといいと思います。おすすめはちょっと、見せるのもない、今履いてるのを脱いで見せるのもあれなんで、こう、ウール、毛糸のね、毛糸の素材の、モコモコの大きい、裏肝の、あったかい靴下を今、履いてます。それ、スリッパにもできるようなのを履いてます。で、それがおすすめですね。あとは、ごめんなさい、メモったのが。あと、あれですね、薬局にあると思うんですけど、結構、小豆の、こう肩の
温めグッズ、肩首肩の温めグッズ。やっぱりあの手首足首、首って言いますけど、首この辺りが温かいとだいぶ温かいです。今の足レッグの方で足首温めますよね。であとはその小豆のうちにあのちょっと娘が今使ってるんであれなんですけど、隅っこ暮らしのねこう小豆のこう温熱パッドみたいのがあるんですよ。あの電子レンジで温めてこうじんわりこうやるんですけど、それも、まあやるといいですね。肩こりとかにも効きますし血行が良くなります。とあと、あのアームウォーマーもあるとすごくいいと思います。あのここまで私はあのそんな長いアームウォーマーっていうよりはこの指が出るあの手袋を使ってやってます。特にパソコンとかやってるパソコン冷たいんですよね、すごく。まあったかいとまずいんですので冷たいのはしょうがないんですけど、すごく冷たくてそこから冷えちゃいますので、ぜひアームウォーマーというかこの指が出るタイプのね手袋とかしてやるといいかなと思います。はい、っていう感じですね。今だから、スパイスと、レッグウォーマーと、あと首ですね。あと手もいった。だからまあ 3つですね。とにかく3つを、冷やさないようにするっていう感じですね。だから、例えばこういうなんか長い、手首が隠れるような長いのだといいんですけど、あの、手首が出ちゃうような短いのとかやってるときは、やっぱり、あの、やるといいですね。アームウォーマーみたいな。はい、っていうことです。あと、電気毛布。これはね、まあ、部屋全体が暖かいお家はいらないかもしれないんですけど、結構広いお家にあの特に私一人とかの時に、まあ、正直暖房とかあの床暖とかあんまりつけづらいので、まあ、電気毛布あのこれぐらいの1メートルかける1メートルかなぐらい、140とかだったかなぐらいの電気毛布あるとすごく便利ですね。あのやっぱり下半身温めて腰から下温めてあげるとやっぱりそんなになんだろうこう芯から冷えるっていうことはねあんまりないですね。なので、電気毛布も結構便利だと思います。これがだから4つ目かなです。はい、ですよね。1、2、3か、そう、電気毛布とで最後が加湿器を使ってる時と普通にあのガス台でねあのお湯を沸かす、うちはあのリビングが2階なので、まあ、リビングで作業することが多いんですけど、その時に加湿をしてあげるとやっぱりあの湿度があるとねであのまあ火を使ってるっていうのもありますけど、だいぶねあの体感的にも暖かくね感じます。あのなんだろう喉とかあの喉の乾燥とかにもいいですしね。はい、ということで加湿器というか、まあ、加湿してあげるっていうことですね。冷え性対策っていうことで。はい。ということでですね、ちょっとここまでをまとめますと、まず、まあ、スパイスですね。スパイス、当然スパイスで、体を内側から温めてあげます。あとは手首の、アームウォーマー。で、足首の、レッグウォーマーですね。あの、レッグウォーマーだけだと、多分足のね、足のところも寒いので、あの、靴下、みたいな感じであの足先からこうなんだろう足先からこの足の上の方までね、温めてもらえるようなのを使うといいかなと思います。あと首も、薬局に多分売ってると思うんですね。小豆のなんかこう温熱のこういうパッドがあるのでそれを使ってあげるといいかなと思います。それから加湿ですね。加湿してあげると体感的には暖かくなるかなと思います。はい、ということで、なんかおすすめの冷え性対策グッズみたいのありますか？ちなみにスパイスは、前冷え性動画をねあの随分2年前、3年前ぐらいにあの新旧のね正木先生と撮った時は私はね、冷え性対策あの食材としてはニンニクがおすすめですよっていうことをねお話したんですけど、もちろんニンニクもおすすめです。ニンニクもぜひね、熱性ですからね、体を温める効果がありますので、ぜひよかったらニンニクも取り入れてみてくださいっていうところですかね。うん。
でスパイス何がじゃあいいのかっていうと、まあ今言ったように生姜はもちろんいいんですけど、あとはクリスマスティーに入ってるようなスパイスですね、カルダモンとかナツメグとか、まあ、今日レッスンでね入れたんですけど、カルダモン、ナツメグ、シナモン、クローブ、このあたりですね。このあたりもやっぱり温性というか体をね温める作用が強いスパイスですので、よかったら取り入れるといいかなと思います。あ、ピューサーさんこんばんは。今日はね冷え性対策5選ということで、まずは手首、足首、首ですね、首を温めるようなものを、使うっていうのと、あとスパイスですね、温めるスパイスを取るのといいよっていう話と、あと加湿ですね、加湿してあげるといいですよってお話をしています。あと飲み物に、あ、ごめんなさい、その前のコメントがあった。寝る前にレンジで温める湯たんぽを足元に使ってます。あ、そうですね、うんうん、いいと思います、いいと思います。湯たんぽもねやっぱり昔ながらのですけどいいですよね。うちも去年かな、私は使わないんですけど、うちの娘がね結構冷え性なので、でもスパイスは取りたがらないので、お湯たんぽね使ってますね。あと飲み物にカルダモンやシナモン振ってます。あ、そうですね、そうですね、うん、いいと思います、いいと思います、うん、っていう感じで、あと胡椒もねいいです、もちろんね、はい、ということで、今日はねスパイスじゃない、冷え性対策についてねお話しさせていただきましたっていうところでね、寒くなってまいりましたけど、ぜひ、寒さにね負けないように、当然まあ、血行が良くて体が温かいとですね、風邪もひきにくくなりますので、ぜひね取り入れていただけるといいかなと思います。まあ、体質によってちょっとスパイスとかも、まあ、取りすぎない方がいいよっていう場合があるんですけど、そのあたりはね、まあ、ご自身の体の状態を見ながら、なんか異常が起きたらちょっとストップしてみるっていうようなやり方でねやるといいかなと思います。はい、うん、でご自身がねどんな体質なのかなって気になる方はね、ぜひ体質診断の方にね、来ていただけたらなと思います。はい、今ちょっと準備中ですので、もうちょっとしたらね、ご紹介できるかなと思います。はい、ということで、なんか質問とかありますか？冷え性対策こういうのしてますよみたいな、もしくはまあ冷え性何それみたいな、冷え性とね無縁な方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうそうそうなのよね、うん、うちの下の娘なんかはね、もう氷ガリガリ食べてますね、こんな寒いのに冷たい水飲みまくりみたいな、うん、ねっ、そういう体質の方もいるのでね、まあそれはそれで、うん、それでいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、すいません、クイズは特にないですが、なんかもしよかったらね、動画の方もなんかおすすめの冷え性対策グッズありますよとかね、教えていただければいいかなと思います。あと今回私は使ってないで入れなかったんですけど、うちの母なんかは携帯用の電気回路っていうのあるみたいですね。あれ結構ね、使い捨てじゃないから結構便利そうだなーなんてね思って、見てましたけど、あ、首、手首、足首温めるといいみたいです。あ、そうですそうです、3首ですね、首、手首、足首、はい、温めるといいですね。やっぱり手首はですね、この手が出るようなアームウォーマーみたいな、まあ、ここまであるとちょっと洋服と重ねるのちょっとめんどくさいので、私は普通にここの指先が出てる手袋をよく使ってます。やっぱパソコンとか使うとね、パソコン自体が冷たいのでね、なかなかね、それで冷えちゃうんですよね。米ぬか回路愛用してます。あ、良さそうですね、米ぬか回路。へえ、素敵素敵、そうなんだ、そう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 、さっき充電して使う回路ですね。結構すぐ温まっていますね、30秒ぐらいですごいポカポカしてくる。小豆カイロものみたいなもの、うん、うん、はい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 、小豆カイロみたいな。私だからその首のところはね、小豆入りのそのそういう電子レンジで温めてこういうやつや使ってますね。結構小豆もね、程よい重さでちょうどいいですよね。やっぱ肩もそうですけど、首がね、首があるタイプなのですごくいいですね、あれは、うん、というところでね、はい、ありがとうございます。そう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 、そうですね、そう、手首足首ね大事ですよね、うん、
やっぱ首ですよね。この手のひらとかそういうところより首ですね。首を温めてあげると暖かくなるっていうことですね。あとはなんか繰り返しになるわけですが、スパイスとあと加湿してあげるとね、だいぶ暖かくなりますので、よかったら試してみてください。はい、ということ、あ、なんだっけ、あとそうそう、電気毛布も言ったんだっけ、電気毛布も言いましたね。電気毛布結構便利ですよ、あれ。私一人しかいないときはね、あれだけで結構いけます。下半身とかね、やっぱ冷えるとすごく寒くなるんですけど、下半身だけでもね、あったかいとすごくいいですね。はい、ということで、だらだらお話してしまったんですけど、皆さんのね、試しているお話も伺えてよかったです。充電式回路もね、結構良さそうですよ。コンパクトだしね。なのでもしよかったら、エコなのでよかったらちょっと手に取ってみてください。はい、ということで本日は終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。なんかね、具体的な商品名でこれがいいよっていうのがあればね、ぜひコメントとか DM とかで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで寒くなってまいりましたが、結構ね、私の周りにはいないんですけど、生徒さんでね、インフルとかでお休みされてる方も増えてきてますので、ぜひ、なんか先週末あんなに暖かかったのにっていうところはあるんですけど、ぜひこの、風邪をね、ひかないようにどうぞお気をつけてお過ごしください。ではでは、本日もご視聴いただきありがとうございました。どうぞね、ゆっくりとした夜お過ごしください。もうすぐ冬至ですね。寒さ対策についてお話しくださりありがとうございます。あ、そう、1個前の、ライブでもお話したんですけど、ゆず湯もぜひ試してみてくださいね。ゆず湯の入り方も、解説してますので、はい、よかったら、あれも血行促進になりますので、よかったら、ゆず湯でね、ゆっくりお風呂に浸かるっていうのも大事ですよね。はい、ということで、疲れを癒してゆっくりね、お休みください。はい、ではでは、ありがとうございました。失礼いたします。